12番福井節子議員の発言を許します。福井議員。12番福井節子でございます。私は通告しております。国の悪政に苦しむ市民や弱者に寄り添う姿勢を求めて質問いたします。今年の4月消費税を 8% に引き上げた安倍首相は、景気の動向に関係なく平成29年4月には消費税を 10% に引き上げるとしており、今回の総選挙は増税を公約した選挙です。アベノミクスではほんの一握りの富裕層が円安や株高などで恩恵を受けていますが、一般庶民は景気回復の兆しさえ感じられず、むしろ物価高に嘆く声が聞かれます。消費税増税は社会保障に使うと説明されていますが、年金の引き下げ、後期高齢者医療制度の継続と解約、介護保険の解約など社会保障は悪くなるばかりで、高齢者の生活不安は増すばかりです。また不安定な雇用は若者の将来の夢も潰してしまいます。このような国の悪政から防波堤となって市民を守る、これが市行政の役割ではないでしょうか。ところが市も国保税や水道料金の引き上げ、駅前駐車場や公民館の利用料金の引き上げなど市民の生活を脅かす事態です。市民の暮らしを誰が守ってくれるのかと言わなければなりません。そこで以下の質問をいたします。一つ目に、障害者の介護保険適用についてお伺いをいたします。障害者が65歳になると介護保険制度に移行しなければならないことになっています。しかし障害者総合支援法で受けるサービスと介護保険で受けるサービスには違いがあり、負担が大きくなり制限も出てきてしまいます。65歳になったからといって全てを介護保険に移行することなく、障害者総合支援法に基づくサービスを受けることは可能となっています。市でもそのことをしっかり把握し、利用者の暮らしや健康に寄り添ったサービス提供をすべきだと考えますが、適正に執行されているのでしょうか、お伺いいたします。2点目に、生活保護制度を必要としている人たちや世帯をどう支援していくかをお伺いいたします。国が保護費の削減を行ったため、最低限度の生活を保障する憲法に違反していると大津草津の住民5人が生活保護費の引き下げ取り消しなどを求めて大津地裁に提訴されました。昨年の8月の不服申請に続くもので、全国で12番目ということです。継続もて連続解約の中でどのように生活防衛され、市はどのように支援しているのかお伺いいたします。また高島市でも生活保護世帯が増えているとお聞きをいたしました。担当課では制度にのっとり説明を行い、申請可能かどうかを判断してもらう、申請の後調査に入ると進められます。そのハードルは低いものではありませんが、それでもなおかつ増えていることは大変厳しい生活実態があるものと推測できます。その中で私たちがお受けする生活相談は、保護の申請に行ったが断られた、しかしもう生きていけないとギリギリに追い詰められての相談です。申請を断念された理由の主なもの、およびその件数はどうでしょうか。生活実態は人それぞれ、家庭それぞれ、環境も事情もそれぞれに違いがあり、個々人に寄り添った対応が求められます。その際、制度の枠組みに沿って進めていかれる中で矛盾が明らかになったとき、保護世帯の立場に立ち切った対応ができているでしょうか。課題があるようにお聞きをしておりますので、見解をお伺いいたします。3点目に、デマンドタクシーのさらなる利便向上を願って質問いたします。高齢化が進む当市にとって、交通の問題は大きな課題です。広大な面積を持ち、点在する集落と6つの JR 駅を要する当市にとって、交通弱者にどう寄り添って、使い勝手の良い便利な交通体系を作っていくか課題です。合併前から門川ではふれあいバスというデマンドタクシーが走っていましたが、県内にとどまらず、
県外からも問い合わせがある自慢のタクシーでした。しかし合併後これがなくなりました。これまで私はフレアバスのようなドアツードアのデマンドタクシーの整備を要望してまいりましたが、一部定時乗り合いタクシーや予約乗り合いタクシーとして整備されてきました。そのうち予約乗り合いタクシーは利用者が消えている路線もありますが、さらに利便向上のため全ての集落内に停留所を作ったり本数を増やすことを考えるべきではないでしょうか。お伺いいたします。4点目に駅エレベーターについてお伺いいたします。市長は新朝日駅エレベーターは現新朝日庁舎と庁舎を本庁舎に条例変更できなかったことから、新朝日駅への設置は可能性がなくなったと JR から通告されたことを全庁で説明され、基本構想策定経費予算も取り下げるという事態です。しかし今議会開会挨拶では必要性を表明されました。それならば予算の取り下げではなく継続すべきではないでしょうか。以上でございます。ご答弁をよろしくお願いいたします。12番福井節子議員の質問に対する当局の答弁を求めます。議長、健康福祉部長。清水豊彦健康福祉部長。福井議員のご質問にお答えいたします。まず1点目の障害者の介護保険適用についての質問でございますが、障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険法との適用関係については、介護保険法の規定による保険給付が優先されるとなっております。しかしながらサービスの内容や機能から介護保険サービスには相当するものがない、障害福祉固有のものと認められるもの、またその心身の状況やサービスを必要とする理由は多様であることから、一律に介護保険に移行せず、障害者の置かれている状況や生活実態などを勘案し、個別によるケース会議を経て介護保険サービスにより受けることが可能か否かを適切に判断してサービス提供を行っております。次に2点目の生活保護世帯をどう支援するかについてお答えいたします。1つ目の市はどのように支援しているかについてでございますが、生活保護は資産や能力、他方、他施策等全てを活用してもなお生活に困窮する者に対して、法に基づき困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するものでございます。主といたしましては、受給者がその能力に応じた自立が図られるよう努めているところでございます。二つ目の申請を断念された理由の主なもの、およびその件数についてでございますが、本年4月以降に相談のあった67件のうち、申請をされなかったものが36件でございます。世帯収入が基準額を超過したものが16件、預貯金を保有されていたものが9件、制度説明のみが5件などとなっております。3つ目の保護世帯の立場に断ち切った対応ができているかについてでございますが、担当ケースワーカーが計画的な訪問活動により生活実態やニーズを的確に把握し、必要な指導助言を行い、関係機関との調整等を行っておりますが、あくまで制度の枠組みの中での対応となり、制度を逸脱しての対応はしかねます。以上でございます。以上、土木上下水道部長。白石武史土木上下水道部長。福井委員のご質問の3点目と4点目にお答えをいたします。まず3点目のデマンドタクシーのさらなる利便向上についてでございますが、平成17年の町村合併から現在まで、地域の動脈として市民の暮らしに欠かせない移動手段である公共交通としての役割を果たすために、一部新しい集落を除き全集落への乗り入れを実施するとともに、バス運賃の市内全区間同一化や利用頻度の乏しい路線における予約乗り合いタクシーへの運行切り替えを行い、常に市民のニーズや利用状況を汲み取りながら効果的な運行形態への改善を図ってまいりました。しかしながら一方では大変厳しい経営状況にある中で、
どうすれば便利で乗りやすい運行形態となるのか、引き続き利用者のニーズを的確にキャッチしながら必要な改善に取り組んでまいりたいと考えております。次に4点目の駅エレベーターについてでございますが、まず市としての考え方でございますが、現在高島市内 JA6 駅すべてについてその必要性は承知しておりますので、未整備である3駅の整備推進順位として利用客の多い新朝日駅の整備を最優先に取り組んでいるところでございます。今般基本構想の策定経費にかかります予算の取り下げの経緯としましては、事業実施主体である JR 側と協議を行う中で、国の補助基準方針であります1日あたり乗客客が3000人に満たない駅の整備につきましては、駅周辺での医療施設や福祉関係施設のほか、公共施設の拠点化による利用増加が見込まれることが優先条件とされているところでございます。こうした背景から平成26年度当初からこれら条件整備に向けて取り組んでおりましたけれども、現時点において基本構想策定作業に JR 側が参画する状況に達していないため、今年度の実施が困難と判断いたしまして、今般一旦その予算を取り下げるものでありますが、冒頭申し上げましたとおりバリアフリー整備の必要性は十分承知しておりますので、引き続き JR 側と整備に向けた協議を行ってまいります。なお今後こうした協議を継続する中で状況の変化を見極めまして、改めて予算提案を行いたいと考えております。以上です。議長、福井委員。それでは再質問をさせていただきます。まず障害者の介護保険移行についてですけれども、障害者本人や家族にとっては生きていくためになくてはならない支援であります。で、本来なら障害福祉サービスを基本にしてね、その上にやっぱり介護保険が乗ってくる、それが障害者の皆さんにとっては当然ではないかなというふうに思うんですけれども、まあ、取っていない、なってないということですね。で、1点には周知に対してですけれども、まあ、しっかりと個別ケース会議などを経てやっているということですけれども、まあ、本人さんが障害者本人ということでもありますし、またその家族ということでもありますのでね、やはり相手に理解をしていただいて初めてこう周知ができたと言えると思うんですけども、人数も限定されていると思いますので、そういう意味ではその周知がね、やっぱりこうきちっと届くようにしていただきたいなというふうに思いますけども、利用者の皆様へという通知を出しておられるというのをお伺いしまして見せていただいたんですけども、ちょっとやっぱりそれを見ましても、なかなかこう行政用語が並んでましてね、タイトルに書いてあるのは障害福祉サービスと介護保険制度との適用関係についてところがあるんですね。やっぱりなかなかこう理解がしにくいなというふうにこれだけ見ても感じたんです。やっぱりまずは、まあ、こういう65歳になられましたよということで、まあ、通知をする必要はあるでしょうけども、やっぱりそこをどのようにこう市側が説明にしっかりと説明をさせてもらいますので、ぜひ相談してくださいというような形、たくさんの人数ですとね、そう個別に対応ができないかもしれませんけど、やはり人数的にもそう多くはないと思いますので、やっぱりそういう細かい、指導をお願いできないかなというふうに思うんですけども、その点いかがでしょうか。議長、健康福祉部長。清水健康福祉部長。議員仰せになりました今 の, その利用者の皆様へというこのチラシですが、これにつきましてはおっしゃった通り少し分かりにくいところがあるかと存じますので、次回につきましてはもう少し簡易な平易な文章になるような形でちょっと手直しをさせていただきたいと存じます。で、65歳になられた方への、介護保険の適用につきましては、先ほどの答弁でも申しましたように個別のケース会議を実施しております。で、その中で障害の方が、障害のサービスの方がこの方にとっては適切であるなという判断した場合には、そのまま障害のサービスをお使いいただいておりますので、そのあたりは
ちゃんとできているふうというふうに感じております。以上でございます。福井議員、はい、むしろ障害の方とそれから介護の方と両面からねサポートができるという、逆に手厚くなるようなね、そういうサービスになればなおのことをベターではないかなというふうにも今ちょっと答弁をお伺いしてて、そういうふうに感じました。で個別にも対応していただいているということですので、ぜひしっかりとお願いしていきたいと思います。で介護保険ではね1割負担ということで、障害者の方は低収入がない方は利用料自己負担がないということでね、やっぱり利用料が負担するということも重い負担になってきます。でこれは障害者だけじゃなくて高齢者の方の介護も同じで、利用料の負担が本当にこう重い状況です。で多くの皆さんが利用するのに限度額を見るのではなくて、年金と見比べながら利用しなければならないという状況にある中で、安倍政権は利用料を1割から2割に引き上げようということも打ち出されてますし、ますますこう介護が受けにくくなってしまう状況があります。で今回は障害者の介護で、問いましたけども、65歳以上になったから介護保険に行こうと、障害福祉を打ち切るというこの問題点が明らかになって、その運動の中でねやっぱりこういうことが、障害者の方でも使えるよということが、認められるようになったということですので、そこでのその制度の運用ということについては、やっぱり職員さんのやっぱりこうなんですか力に関わってくるきますので、そこら辺でもしっかりと職員さんが一人一人の方にねやっぱ寄り添っていただけるように、で確実に必要な支援が届けられるようにぜひよろしくお願いしておきたいと思います。次に生活保護世帯のことですけども、資料をいただいたんですけど、26年から4月から11月の間、相談が67ケース、それから申請が30、そのうちで申請が31ケースあったということで、で未申請の方も36ケースということですね。で本当にこう相談ケースも67あったということで、実際にその申請が受け付けられたものも31ケース、思っていた以上に生活が厳しい状況だなというふうに私はちょっと思ったんですけども、その中でその関わりを継続して関わりを持っていかなければならない方、それから説明のみで終わった方というのがトータルで8ケースあったというふうに聞きました。でこうした方々のケースを見逃さずに積極的に、ね、支援をしていくとことが必要ではないかなというふうに思うんですけども、そういうことをされているのが安市というふうにお聞きしました。で生活困窮者自立支援法が制定をされて来年の4月から施行されるわけですけども、この制度をどういう立場で市が運用していくかっていうのがとても大切になってくるのではないかなというふうに思うんですけどね。生活保護申請を出させないためにその水際作戦に使われるのではないかということが反面心配もされてますし、逆にその安市さんでは見つけた時点で積極的に支援をしようとされてます。でやっぱりここまで支援をするとなれば職員さんはすごく大変だというふうに思うんですけども、その相談の段階でやっぱりその目が小さいうちにねしっかりと手立てを打っておけば、こうその方も深刻な状態にならずに済むと思いますし、滞納とかそういうことでもやっぱりこうフォローをその時点からしていくということであれば、その後から市としても楽ではないかなというふうに思います。でその点でその市としての支援、個人個人 の, その, 支援というのがなかなかこう手立てが現状ないですよね。例えば今本当にこう現金がないという生活費がないんだとおっしゃる方に、何とかしてほしいと言いますとね、社協の生活支援金とか、これを借りてくださいというふうに言われるんですけども、この支援金を借りますとやっぱり返済、当然返済が伴ってくるわけですし、なかなかそういう状況に置かれている人が仕事も実際にはされてないという収入がないという中で、やっぱりその
返済を伴うものに行けない、手続きができないという状況があると思うんですけれども、その場合ですね、その食料の支援とか、そういうことがないですかと、ね、前も聞いたことがあるんですけれども、そういうものが一切市としてはないというふうにお聞きをしているんですね。やっぱりこうお米とか缶詰とか乾物とか、まあ、そういったあの本当に1日2日をしのげるようなあのもののストックが あれば緊急事態をこう免れられると思うんですけども、市としてもこうそうした何かしらの手立てが考えられないでしょうか。以上、健康福祉部長。清水健康福祉部長。市といたしまして何か施策ができないかというご質問やと思うんですが、今のところそういう施策をしておらないのはもうご承知の通りでございます。ただそのおっしゃっていただきましたような事例があることも承知しておりますので、今後何かできないかということについては研究はしてまいりたいと考えております。以上でございます。以上、福井議員。前向きな答弁いただいたので本当に良かったなというふうに思ってます。安の方では就労支援に職員さんが着られなくなった服を、スーツなどを、ね、ストック持ち寄りましてストックされて対応しているという、ことも、聞いています。で窓口に行きましてね、ぜひもう仕事を探しに来てくださいというふうに、ね、仕事を探しに来てくださいというふうに言われるんですね。でも行った方は本当にこうジャージ の,、ね、上下を縦取りしてたりとかいう状況もありますのでね、やっぱりその時に面接に行くお洋服はお持ちですかっていうね、ちょっとした そういう言葉かけがあれば、その方も本当にこう、自立に向けて頑張ろうという思いになられるのではないかなというふうにも思いますので、そういう、まあ、事例も、まあ、あるということで、ぜひ合わせて研究をしていただければなというふうに思います。まあ、市として独自でできなくても、まあ、社協さんに、ね、依頼するとか、まあ、そこら辺でまた協力をしながら、ぜひ前向きにやっていただけたらなというふうに思います。安の方では単に再建管理条例だけではなくて、生活再建型の再建管理条例を制定して就労支援や生活再建にも支援をしていくということが新聞にも掲載をされていました。で、支援を必要とする方々の状況をしっかり見て、積極支援できる手立てということが必要だと思いますので、その点でもよろしくお願いしておきたいと思います。ちょっと新聞に、まあ、安のことは載ってましたので、ぜひまたよろしくお願いしたいと思います。答弁いただけますか。議長、健康福祉部長。清水健康福祉部長。今おっしゃった安の事例につきましては、私ども承知しております。生活困窮者の支援制度につきましては来年の4月から始まるわけでございます。私どももう現在モデル事業として社協と共同して行っておりますし、4月からは本格稼働ということで、今おっしゃっていただきました就労支援につきまして、また家庭の家計相談ですね、そういうことにつきましても取り組んでいく予定をしておりますので、生活保護に至るまでの水際でなんとかとどまっていただけるような形が取れるというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと存じます。以上、福井議員。はい、しっかりと、その本人相談者の立場に立ってやっぱり見ていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。それから、次ですけども、家庭環境がまあ複雑で制度の運用がなかなかこう難しいという場合があります。で、生活保護法の63条費用返還の義務についてですけども、文書集を見たんですけども、その最後に医療費の返還について、説明と適正な再建管理が行われるよう対応する必要があると特許されています。で、医療費の返還については10割ということになりますよね。で、そうすればその間無保険という、実際には無保険だったということから10割負担ということになりますよね。それならですね、遡って保険加入
国保に加入をしてもらうことが必要ではないかなというふうに思うんですけども、やっぱり制度の中で無理なんですね。議長、健康副支長。清水健康副支部長。現行制度の中では遡って加入することは無理でございます。議長。副委員。はい、そのことはもう個人の、ね、責任ではなくて、やっぱりその制度の矛盾だと思うんですね。で、制度の枠内でも保護世帯の不利益にならないようにすべきだというふうに思うんです。で、もう本当にこう事情はそれぞれ違いますので、制度がこう制度が人の上に、ね、あるのではなくて、やっぱり人のために制度があるという観点から、ぜひとも政府からの自立を支援するという立場で、積極的支援の目線で制度運用をお願いしておきたいと思うんですけども、あくまでも、まあ、市としては制度の中でということになると思うんですけども、それを本当にこう活用するのは職員さんだと思うんですね。ですからやっぱりそこに職員さん その経験であったりもキャリアを積むということが必要だと思うんです。本当にもう職員さんにかかっていると言っても言い過ぎではないくらい、やっぱりスキルアップが必要だと思うんですね。で、まあ、人はそれぞれ性格もありますので、まあ、向き不向きということもあるでしょうけども、そのせっかくキャリアを積みながら、やっぱり市の職員さんですから移動をされる場合もありますのでね、やっぱりそれによってそのキャリアがなくなってしまうというのは本当にもったいないですし、市としても市民にとっても大きな損失ということになりますので、そのキャリアはもう引き継いで、まあね、いただきたいとも思いますし、やっぱりそういう体制をなんていうんですか、スキルアップをしていただく、そしてそのキャリアを生かしていただく、そうしたその建国支部であってほしいと思うんですけども、その点ではどうでしょうか。議長、健康副支部長。清水健康副支部長。仰せの通りでございます。ただやはり若い職員がケースワーカーと当たっております。で、当然若い職員ですので、これからの職のこともございますので、ジョブローテーションという観点から致し方ないというふうに私も涙を飲んで出す時もありますので、その点ご意気ご理解いただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。議長。副委員。副委員。その場合でもやはりきちっと引き継ぎが、ね、できるような状況を作って、いただきたいなというふうに思います。それからもう一つ、市営住宅の入居についてですけれども、保護世帯の方も一般と同じように保証人が2人必要というふうにお聞きをしました。で、事情があれば1人でも良いというふうに、お聞きをしたんですけれども、保護世帯の方でも、まあ、民間パートが借りれるわけですけれども、その場合でも支給されるのが3万9000円までということで、なかなかね、市内でこうした住宅を探すことは困難ですし、やっぱり市営住宅に住居を求めるということがあるんですけど、なかなか保証人がね、やっぱりクリアできずに入れない場合があります。それからこれはもう保護世帯だけではなくて、一般の方でもあるんですけども、そうした生活困窮者を救済する、法人なり必要ではないかなというふうに、住宅の方で、思うんですけども、その点ではいかがですか。白石土木上下水道部長。お答えいたします。突然、まあ、住宅の方に来たんですが、生活保護の方も、その通常の方も、まあ、保証人という一つの規則に基づいて、お願いしてるんですけれども、一方ではその、住宅使用料の滞納もですね、かなり増えてきておりますので、そういった場合にですね、滞納整理の中で、悪質滞納者についてはやはり連帯保証人の方に相談をかけてですね、こちらの方から相談をかけて、でその後にその何とかお願いしていただいて収納率を上げていくというようなことも一つやっておりますので、その議員おっしゃるその生活保護所帯にその保証人を求めるという部分は、再度私と細かい部分も今は分かりませんので、改めてちょっと確認をいたします。議長。副委員。は
はい、これはきっと住宅化ではなくて、やっぱり福祉の分野からではないかなというふうに思うんですね。やっぱり生活相談をされた方、それから、もう保護世帯の方なりで、やっぱり生活困窮者として救済が必要な皆さんが、住宅を求められたときに、やっぱり保証人がクリアできないという問題が実際にやっぱり起こっていると思うんですよ。私も相談を受けたことがありますし、でやっぱりそういう時に、そこを救済するやっぱり法人、保証人の代わりにね、例えば、社長さんにはそういう部署を設けるとか、なんかこうそういう方法がないかということで、ぜひこの点も研究をしていただきたいと思うんですけども、いかがでしょうか。以上、健康福祉部長。清水健康福祉部長。確かにケース診断会議等をやっておる中ではね、住宅に困窮されてて保証人がないので入れないというケースはあります。でその時なんとかならないかなというふうに考えているんですが、実際高島市の中ではそういうことをクリアできるような住宅は現在ございません。そういう中ですので、ちょっといろいろな全国的なケースも考えながらちょっと勉強していきたいなと思っております。以上です。はい、以上。副委員、はい、ぜひよろしくお願いしておきたいと思います。続いて予約制 の, デマンドタクシーについて お伺いいたします。利用が、増えていました。見せていただきたいところで、その増えた理由としましては、やはり本数を増やしていただいたということをお伺いしました。それから、牧野から今津方面ね、向かう走る路線ですけども、これは本当に前からずっとお願いをしてきて、質問も何度も、ね、取り上げてしてきたところですけども、それが路線延長していただいたということで、大変喜ばれて利用されているということも聞きました。このデマンドタクシー、公共交通については同僚議員も質問をされますので、ちょっと私の方からはぜひこの2点をお伺いしたいと思います。で予約制のタクシー、デマンドタクシーですね、これについてはその予約が入った時だけ、動くことになりますので、本当に一歩も無駄がないということになります。で、この本数を確かにこう増やしていただいたことから利用も増えているというふうに聞いてますので、これをね、やっぱりこう できたら定時でというお願いしたいんですけども、やっぱり JR の、との乗り継ぎもあるということだったので、できましたらこう1時間に1本のその便設定ができないかなというふうに思うんです。そうするとやっぱり行きと帰り、こうなんていうのかな、やっぱり便利に感じていただけるのではないかなというふうに思うんですけども、その点いかがでしょうか。以上、白石道北上下水道部長。お答えいたします。デマンドタクシーのさらなる利便性の向上のための便数の増大ですけども、議員おっしゃいましたように、25年度の決算の中で、利用率とかですね、それを24年度で比較しますとね、やっぱりその定時とデマンドではですね、約800人ほど増加してるんです。で逆にコミュニティバスとそれか市営バスは約今2000人ぐらいですね、減ってるというようなデータも出てますので、それはそれとして、その辺は十分とらまえながら、今のそのデマンドの7路線ですね、7路線が1路線ずつですね、一回検証してですね、どうなのかということを一回確認をします。ただ一方ではご承知のように赤字路線ということにですね、できるだけ補助金にですね依存しないように、今の2億2000万円のですね補助金の額、これをできるだけこれ以上増やさないように私ども考えてますので、その辺との整合性を取りながら検討したいと思います。以上です。以上、副委員。はい、よろしくお願いします。で現路線の中で集落内に入れないかなという、ことなんですけども、そういう路線が組んでいただくことができないでしょうか。デマンドの中でね、今走ってる路線がやっぱり集落内には入ってないですね、幹線だけ走ってるということで、バス停も幹線のところにあるので、やっぱり集落の中から歩いてそこまで出なければならないということなので、それを集落内に入
いていただけないかと、一箇所でもいいので、バス停を集落内に作っていただけないかなというふうに思うんですけども、本来ならこれ、ドアツドア、予約制ですので、ドアツドアで、例えば家の前まで来てくれて、行く、走る、ね、方向は決まってて、駅までということであったとしても、そういう形が一番望ましいんですけども、そこまでね、お一人お一人に対応、なかなか難しいということであればですよ、集落の中に、本当に必要な、その利用されるときだけですので、ね、その集落に入られるのもね、いつもいつも回るわけではないですので、集落内に一箇所でもバス停が作っていただくことができないかということが1点と、それから本来ならその先ほど言いましたようにドアツドアで、エリアを決めてのね、デマンドタクシー、これが本来ならもう一番理想的だなというふうに思うんですけども、経費の面とかそういうことは抜きで申し上げてますので、そういうことも含めて、ぜひともその幹線を走っている、それを必要が予約があれば集落の内に入ると、そういうことが可能ではないか、ぜひその点も検討していただきたいんですけども、いかがでしょうか。白石土木上下水道部長お答えいたします。議員、おっしゃいましたように、細かいサービスを行うためにはですね、やはり集落の中に入ってですね、ドアツドアという形で、そうした運行体系を組むのが適正かも分かりませんけれども、その辺はですね、今のそのデマンドのルートを再検証して、集落の近くまで行ってる、あるいはもうその集落の1軒目のところまで行ってるというような部分であれば、もう少し入ればですね、議員のおっしゃっているような形に一歩ずつなっていくと思いますので、これにつきましても全路線一回確認をしたいと思います。それから集落全体を捉えてですね、で、当面にもその一部集落を除けというようなことも答弁したんですが、その辺はやっぱり運行の、運行収入ですね、利用実態がどうなのか、それによって運行収入が上がってですね、できるだけ先ほども言いましたように補助金の依存がですね、減っていくのかという部分、これもやっぱ大事な部分ですので、総合的に考えたいと思います。議長。福井議員。はい、道交法の問題もね、あると思うんですけども、デマンドタクシーはやっぱり公共交通ということよりも、福祉的な要素がやっぱりかなりね、大きいですし、そうした福祉的な必要性からということが、そういう方向から生み出されてきたものだというふうに思うんですね。で、市民の皆さんのお一人お一人には、なかなかね、答えられないということですけども、その中でも最大の支援ということで、ぜひ、見て、考えていただきたいなというふうに思います。これは単に利用者の利便を図るだけではなくて、本当に人が動けば経済が活性化するわけですし、で、動く人はまた健康になります。で、高齢の人で、バスを利用する人だったらやっぱりバス停まで来てほしいとおっしゃいますけども、高齢者の人、よほどやっぱりかなり高齢になられますとね、300メーターが限界ということもある学者の方はおっしゃってました。 ですから仲介所は300メーターぐらいのところに あるんだということもおっしゃってましたけども、やっぱり、300メーターぐらいで乗れることが必要だと思いますし、皆さんが経済を活性化し、人が健康になれば、市にとっても有益なことですので、ぜひともきめ細かい、また支援をぜひお願いしておきたいと思います。白石土木上下水道部長。きめ細かな、ちょっと体制ですけども、ご承知の一方では、福祉優勝の運送利用制度ですか、これもございます。で、身体障害者の方とかですね、介護保険の方とか、一定そういった該当される方は一方福祉部局の方で、細かにですね、対応、 NPO もそうですし、福祉施設もそうですし、何事業者かこれ登録されてですね、行っておりますので、そこらとの連携もですね、今後引き続きやっていきたいと思います。以上。福井。はい、
やはり、身体的に、まあ、車椅子であったりとかどうしてもこう介助が必要だという方のため の, 有償運送とかね、そういう福祉の方の分野もあります。ただやっぱりなんとか自力で自立をしたいと考えておられる高齢者の方や障害者の人、そういう方たちをやっぱりしっかりとサポートするバス、タクシーということで、またぜひ、よろしくお願いしておきます。続いてエレベーターについてお伺いします。委託料が減額をされました。で10月29日なんですけども、私たちも県の共産党議員団で JR の京都支社の方に要望行動に参りました。でその時に JR が新旭駅エレベーター設置で問題視されていたのは、やはりこのさっき答弁でもありましたように3000人利用ですね、このことをおっしゃってました。でそのことしかなかったのでね、私は庁舎のことが関連するのですかというふうに問いただしたんですけども、そのことに対してははっきりと答えをされずに、すごくこう困った顔をされていまして、で改めてお話をしますと、市とは改めてお話しますと、そういうふうに答えられました。でまあ、その状況を私見てましてね、まあ、私のこう受かった捉え方かもしれないんですけども、エレベーターはその実施計画を提出しないということを、市自らが言われたのではないかなというふうに思ったんですけども、まあ、そういう説明ではなかったですよね。全協での説明はJR の方から言われたということで、JR が庁舎一時条例が否決されたのでエレベーター設置の可能性はなくなったと、そういうふうにまあ、お聞きしたいように思うんですけども、JR 側の方がそういうふうに言明をされたんでしょうか。以上、白石土木上下水道部長。まあ、国国交省のそのバリアフリー化のですね、まあ、基本方針がございます。少し読みますと、これまで5000人以上の駅についてこれまで推進してきた。でそれを平成22年度末にですね、3000人に下げた。で、3000人未満の駅についても地域の実情を踏まえて可能な限りバリアフリー化を実施することとしており、地域の強い要望があり地方公共団体の支援が得られる駅についてはうんぬんこうぬんと書いてるんですよ。でその最後に、当該駅周辺における公共施設、医療施設、福祉関係施設の状況やというくだりもございます。でそこは私どもが昨年から JR さんと共有の中でですね、市の一本化、拠点化、集積化ですね、それを図ってきた中で、今回そういった、まあ、結果になったということでございます。議長、はい、今よく分からなかったんですけども、そういう結果になったということは、やはり市側が議会で否決を議になったので、JR さんの方に設置に、エレベーターの設置の可能性はなくなりましたので、予算は取り下げますということでおっしゃったんですか。白石土木上下水道部長。10月3日にですね、JR の京都支社に協議に行きまして、その時に、協議の中において先ほど言いました方針の部分ですね、そういったものが協議している中でですね、でもニュアンスとして、協議に至らないんじゃないかというふうな確認をいたしましたので、私どもとしてはその条例律改正のですね、あえて議決の経過も踏まえて、結果的に、国あるいは JR さんの優先順位を上げるようなことに至らなかったのかというふうな要因の一つかなというふうに考えたわけでございます。議長、はい、全協での説明とかなり違うのではないかなというふうに今ちょっとすごく感じるんですけども、
JR さんが、協議にも入らない、内諾が得られていたものがですよ、その内諾を断られた JR からということでもなければ、その条件が満たせなくなったのでと言われたのが、その JR 側からだったのか、市側からだったのかというのは、すごくこれ、重要な、市民にとってはすごく重要な、ことだと思うんですよ。副市長。それでは私の方からこの件についてご答弁させていただきます。今担当部長からご答弁いたしましたように、JR 京都支社管内で3000人を超える駅でエレベーター設置の要望駅の箇所数は60箇所を上回ってございます。それの中で昨年来、私も直接 JR の支社長と何度かお会いをして、先ほど説明ありましたように3000人を超えない状況であるけれども、さまざまな駅周辺、例えば予約を抱えている、あるいは地場産センターの改修でありますとか、あるいは庁舎の、集約でありますとか、そういう、駅周辺の改修計画なり構想をお話をして、それであればということで3000人未満であったとしても、そういう観点から採択の可能性があるというふうなことで、これまで来たわけでございます。でそのために新年度予算で480万円の余りの、構想策定経費を予算計上させていただいたところでございます。しかしながら9月の26日の、ああいう議決結果を踏まえで、本来ですとそれまで策定作業に入るのが本来でございますけれども、その策定作業にはどうしても JR の参加が必要になってまいります。で JR 側もそのあたりの推移を見守った上でということで、それまでの間は具体的な策定作業には至っていなかったという結果を踏まえて、先ほど申し上げました11月3日の日に事務方で協議をしたところ、結果がこれまで市が説明申し上げておりましたような構想に至らないということで、今回の策定作業は事実上不可能ということを両者の間で確認をしたところであります。それを受けて私が11月の14日に直接 JR 京都支社長にお会いをして、これまでの経緯、それから今後の対応についてご説明をさせていただき、事実上本年度の策定の基本構想策定作業には入れないということを判断しましたので、当然のこととしてこの12月期会で予算削減、補正予算として提案をさせていただいているところでございます。議長。副委員。はい、市側としての、思いがやっぱりどこにあるかということがすごく重要ではないかなというふうに思うんですね。市としてやはりエレベーターの設置が必要だ、どうしても必要だという思いをきちっとJR 側に伝えていただいたのかどうか、むしろ市側がもうこれはダメだというふうに取り下げられたような感じを受けます。両者とおっしゃってますけどもね、両者の中で例えば JR 側がそういう状況ならもう可能性がないですねって言わ、もしも言われたとしても、むしろ市側としてはいや、やっぱり市民が必要としてます、庁舎も現実に新朝日にありますということで、やっぱりきちっと市の思いをやっぱり訴えていただくことが市民にとっての姿勢ではないかなというふうに思います。実際に9月議会の後に記者会見で市長を聞かれてまして、今津への庁舎建設は考えられないということも確か、言われてますし、庁舎だけではなくて駅近くには医療機関がたくさん新たにできましたよね。それから高齢者や障害者の福祉施設もたくさんありますし、観光施設もあります。で高齢化進んでますし、市民が望んでいるエレベーターですよね。でこれまで の高島と阿戸川 の実績について資料をいただいたんですけども、 JR の負担は1000円ですよ、千数百円ですか。で市の負担も9億ほどかかってますけども、合併特例制が 95% ですから有利ですよね。これやっぱり JR の方も
話し合いをしますというふうにおっしゃってますし、市長も必要性はこの議会冒頭におっしゃいましたということで、ぜひともね積極的に進めていただくようにお願いをしておきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上で終わります。以上で12番福井節子議員の質問を終わります。